6、7割いけると思ったら、まあ、行動することが大事なのかなっていう、自分が予想してない人が助けてくれたりとか。これから新しいことにチャレンジをしたいと考えている若者たちに向けて、例えば自分はこうやって壁を乗り越えてきた、または座右の銘があったなど、実業家の先輩としてのアドバイスをいただけますでしょうか。 朝倉さんからお願いいたしますそうですねなんか今の若い子たちってすごくなんか賢くてであの昔みたいになんだろうな,なんか当たって砕けろ的な人が少ない気がしててで情報もすごいありふれてるし、まあ、これはできないだろうっていうふうなことを思いがちだと思うんですけどなんか実際に始めてみると。 その自分が予想してない人が助けてくれたりとか、そういうことが僕の経験上多くて、だからまあ、6、7割いけると思ったら、まあ行動することが大事なのかなっていう。でまあ、周りにこう言っていくことが僕大事だと思ってて、あの、自分を追い込んで、あの、握れない状況にしたりとか、でまあ、その、そんな中でついてきてくれた仲間とかを大切にして、また修正していったり、 ミスしても修正していくってことが大事かなと思います。思わぬ出会いを大事にされていくと、また新しい道が開けてきたりもしますよね。